はい、こんにちは。ミツネトイカーライフへようこそ。本日ご紹介するのは、トミカ日産エクストレイルとその初回特別仕様になります。では早速開封していきます。はい、開封しました。開けてまず思ったのが、この日産の特徴である V モーショングリルですね。これの造形が結構細かいなと思いました。サイドのウィンドウのメッキモールですとか、このバンパーの樹脂なんですかね、この辺のパーツの造形も細かいと思います。グレードは中間グレードなんですかね。上級の G ですとかオーテックはフロントバンパーがメッキになってるみたいなんで、でベースグレードの S にはレッドがないそうなので、多分 X なんだと思います。サイドスカートとかよくできてて、これ思ったより細かくできてますよ。テールライトがクリアパーツになっていて、この辺がすごい好感触です。こちらが初回特別仕様のホワイトになります。ホワイトの方がかっこいいですよね。なんかエクストレイルって初代赤がたくさん売れたイメージがあるんで、ずっと赤があるんだと思うんですけど、実際はホワイトとかシルバーとかその辺なんですかね。確か発表会でツートンカラーが売りだったはずなんですけど、なんか噂によるとツートンカラーが実写の方が納期が全然なの間に合わないということで、まあトミカまで気つかないと思うんですけど、単色で出したのかななんて思ったりしました。今年赤い SUV たくさんトミカで出ましたね。今回のエクストレイルに CX60 と、あと三菱のアウトランダーですね。この辺なんか狙いがあるんですかね。この3台の赤の色味が3台とも違うっていうのが、これ500円おもちゃでここまでやるのは結構すごいなって、やっぱトミカすごいですよね。では実写を細かく見ます。まず V モーショングリルですね。先ほど申し上げたようにこの辺細かくメッキが入ってます。であとヘッドライトですね。こちらのアイラインが、ちゃんとシルバーと黒で塗り分けられていてすごいなと思いました。ちょっとフロントのバンパーはしょぼいです。でサイドに回るとですね、ホイールは従来のトミカです。でちょっと言ったんですけど、あの樹脂パーツですね、このサイドスカートとかこの辺実物そっくりですごいよくできてるなと思いました。あとはこのウィンドウのメッキモールですね、このシピラまで、伸びていくメッキモールが施されてます。給油口は運転席側です。そしてリアに回ると、このリアのテールレンズがですね、ちょっと赤々で分かりにくいんですけど、このテールレンズが、クリアパーツになってます。でリアには、まあ、エクストレイルマークと E パワー、その他もろもろエンブレムがプリントで入ってます。後ろの作りかっこいいですね。クリアレンズと相まって後ろやっぱかっこいいですよね。そして助手席側は、まあ、基本的に運転席と同じになります。でルーフですね、こちらが結構細かくできてて、このフィンアンテナですとか、このルーフの、凹凸ですよね、この辺がちゃんとできてます。でシャーシはこのような形です。2023年ナンバー117、53分の1スケールになります。でギミックはサスペンションのみになります。こちらが初回特別仕様になります。で今回は、基本的にあの色の違いのみになります。初回特別仕様だけでもツートンカラーとかやってくれたらよかったですね。この白の方がやっぱこの赤いレンズとかテールレンズとかこういったものが映えるんで、かっこいいですよね。エクストレイルも、なんか出た時は、すごい衝撃的な、200万円で山に行こうみたいな、そんな感じだったと思うんですけど、もう今や、上のグレードで、もろもろ込みで買おうとすると500万超えるらしくて、すごい高級車になっちゃいましたね。で、今回のモデルじゃないんですけど、当時、初代ですかね、GT っていうグレードがあって、で、私の会社の先輩がまだ大事に乗ってるんですけど、あの、280馬力、あるエクストレイルということで、もう見た目そんなに変わらないんですけど、ノーマルと、なんか羊の皮をかぶった狼とはこのことだなみたいな、高速道路であの結構なスピード出るんで、結構な加速するので、アクティブな趣味を持ちな先輩なので、まあ山にも行けるし運転も楽しめるし、なかなか手放せないみたいですよ。あとはこの現行のエクストレイルで言うと、あの全車 E パワー搭載ということで、あの純粋なガソリン車がないらしいんですね。でその E パワーが
なんか運転難しいとかって結構、まあ、ネットで言われたりしてて、e パワーの乗り味とかもしご存知の方がいらっしゃったら教えてください。はい、本日は日産エクストレイル、ご紹介しました。購入された方ぜひご感想いただけたら幸いです。よろしくお願いします。はい、では恒例のコメント返しのコーナーです。恒例にしちゃいました。前回の、動画、グッド最多賞は、はい、マイブリックさんです。いつもコメントありがとうございます。お疲れ様です。今回も楽しく拝見させていただきました。レースデーは入荷数が少なかったような気がします。逆にモントラは4箱入っていたため余裕のゲットでした。今週末もホットウィールは荒れそうですね、ということでコメントありがとうございます。そうですね、前回のレースデーはちょっと残念な思いをしてしまったので、今回はゲットできるように頑張りたいと思います。とマイブリックさんはインスタグラムでいろいろ情報交換というか一方的に情報等をいただいているんですけれども、たくさんコレクションをお持ちなので、インスタでライブ等もやられているので、ぜひご興味ある方は概要欄からチェックしてみてください。ではまた次の車でお会いしましょう。さよなら。